ニコール・スヌーキ・ポリッツィは、チリ系アメリカ人のリアリティテレビジョンパーソナリティである。MTV のリアリティ番組、ジャージー・ショア・マカロニ・アローのニュージャージー・ライフへの出演で知られている。ポリッツィは、チリ・サンティアゴで生まれた。生後6ヶ月で、イタリア系アメリカ人夫婦の養子になった。彼女の父は、ボランティア消防士及び海難救助隊。母は、オフィスマネージャーである。 中学生の時に友人から映画セーブザラストダンスの登場人物スヌーキーにちなんでスヌーキというあだ名をつけられた。MTV の Is she really going out with him で最初のテレビ番組出演。2009年に同局のリアリティ番組ジャージーショア・マカルニアローのニュージャージーライフへの出演を開始した。ニューヨークタイムズは彼女をブレイクを果たした。 キャストと評した。同志によれば、彼女の番組内での言動は、奇妙なアピールを含むので、一般の軽蔑の対象になった。彼女は2010年で、最も人気のある、ハロウィンコスチュームの一つとなった。現在、ニューヨーク州マールボローで暮らしている。2011年3月には、アメリカ最大のプロレス団体 WWE に、スポット出演。4月には、 同団体の年間最大の興行である、採点レッスルマニア第27回大会に、選手として試合出場。会場に集まった7万人のプロレスマニアからは、レスリングの経験を持たない素人の参戦に、否定的な反応が多かったが、スヌーキは、ファンの予想を超える、身体能力の高さを見せ観客を圧倒、見事に試合を勝利に導いた。ありがとうございます。